1989年9月6日にレコードデビューして以来、13枚のシングル、6枚のアルバムをリリース、ヒットさせてまいりましたアイドルグループも、CoCoとしてのキャラクターを卒業する時期ではないかと考え、今回解散することを決意いたしました。CoCoとして5年間いろいろな経験をさせていただいて、自分でも気づかないうちにいろいろな面で成長できたと思っています。解散についてはまだ全然実感がないので、きっと解散のコンサートとかが終わった頃になんとなく実感が出るんじゃないかなと思ってるんですけども、今までいろんなところで失敗しても他の3人のメンバーがいたんで、いろんな助けをしてもらってきたっていうのが一番大きくて、これから1人になった時にはそういう3人の手助けがない、自分自身どうなってしまうんだろうっていう心配不安の気持ちでもいっぱいです。でも残りの5ヶ月間はみんなといい思い出を作れるように楽しく過ごしていきたいなと今前向きに考えています。今まで応援してきてくださったファンの皆さん、どうもありがとうございました。CoCoは解散ということになりましたが、私たち4人はそれぞれソロ活動で頑張っています。これから先本当不安なことがたくさんあるんですけれども、スタッフの皆さんに協力していただきながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。私は一番最年少としてその中でやってきたんですけど、本当に頼りなくてみんなに一緒に支えてもらって、泣いてもらってここまでやってくることができました。もうみんながそばにいてくれないんだなと思うとすごく不安でたまりませんが、これからCoCoとしていろいろ学び受けたことを土台に、私も自分なりに努力して頑張っていきたいと思っています。本当にどうもありがとうございました。
ゃあ、斜めてるでしょ。これ以上いかないの。乙女塾祭りで直したんだよ、私とみきおちゃんで。そう、任せてよ。怪しい関係、怪しい二人、ユリの中。よくわかんない。それは溶かし込みの時にちょっと出せばいいかな。ヘアバンドはいいや。まあじゃあ、ラストは状況に合わせてって感じにしとこうか。うん、そんな感じで巻いてしばらく経ってなんか崩れたぐらいのやつ、ゆるい感じがいいなと思ってるのね。疲れちゃったね。困った。眠い。どこで？これはさっきの分かんない。チューリン、やっぱおろしかな。いつもみたいに。ちょっと待って。するとやっぱり彩度を上げるぐらいしかできない。困った。なんかやりたいのは。じゃん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 。完璧。完璧よ。本当かな。大丈夫です。バッチリのところをあなたに捧げます。やるしかないって感じ。70年代60年代に流行った。ちょっと不安だけど、アイドルというわけっていうか、始まっちゃうと終わっちゃうからやだ。あっという間でしょうね、きっと始まったらね。頑張ります。ちっちゃく終わったら大きくやりますから。ちっちゃく、ちっちゃく頑張ります。今回は曲数もすごく多いんで、ちょっと体力的には年を取ったのもあるし、辛いかななんて密かに思ってます。いやでもみんなに喜んでもらえるようなコンサートにしたいんで頑張ります。あの歌がラストの曲っていうのはちょっと反則でしょ。これカードのためにカーとか書いてるんでしょ。大変だ。
大変だよ。今泣いちゃっちゃダメだよ。ね、泣くときに鼻水を気をつけて。そうもうこの練習やめよう。この曲の練習やめよう、これで。そのたんびにこうやって鼻水垂らして後ろに。ちょっとさ、もっとケーキつけていかんよ。ちょっとなんかさ、このままだとさ、湿ってる空気の幅、ね、帰ってみんな、家の部屋暗くするよ、きっと。やめなそうだよ、雰囲気がね。そうだよ、明るくなるよ。ツアーが始まるんだから。そうよ、まだ初日も始まってないんだよ。そうだよ、ね、あのね、ラジオやってるじゃあ、ファイト王でケーキ付けをして終わりますか。スタッフの皆さんもご一緒に。これはなんかお客が泣いてもいいけど、君たちの流せる曲にもさらないですでもね、なんか自然とやっぱり涙出てきちゃう。まあね、乙女ですから泣くこともあるし、ね、はい、じゃあ、はい、ココは最後の一言言ってください。じゃあ締めの言葉を言ってください。締めの言葉、ね、本当にあさってからラストツアーが始まりますけれども、ね、今までの5年間お世話になったということもありますので、最後までしっかりやらせていただきたいと思います。はい、本当に5年間ありがとうございました。ありがとうございました。そして、最後のツアーよろしくお願いします。よろしくお願いします。でもまだ引退しないんで、よろしくお願いします。せーの、ファイト、オース、イエーイ、頑張ります。頑張ります。オース泣いてんじゃねーよー。そこは赤の衣装に着替えるから、コートの前だ、コートの前だ。違うよ、音楽で着替えるから、音で着替えるからいいんだよ。4人も喋ればいいんだから、それが言いたかったから。そうそう、うん、行きましょうか。はい、こちらです。はい、ピンク、ちょっとやってみて。ダメだな。ハネだよ、やらせんなら。そのあたりまでだな。それでもっとボケないかな。無理。はい、じゃあ本番よろしくお願いします。緊張するのが始まる。緊張をほぐすために
自分の香水塗るの、緊張しちゃうとね、自分の匂いが周りにないとすんごい上がっちゃうのね。だからつけて落ち着く。自分で匂い嗅いでとかね。すごい緊張してきちゃって。はい。あ、ありがとう。さらっといくの？一旦ちょっと話すんだよね。ここはさらっとで、ね、こっちは。なんかみんなもみてたよね。こういう感じだね。すっごい緊張してるんだけど。そう頑張っちゃうやつなんです私。飯島冷たお水を4本。どうも皆さんお疲れ様でした。まだ初日なんで、はい、明日からまた頑張りますのでよろしくお願いします。はい、今日は2回公演だよ。大変だ。頑張ろう。ボーカル。すいません。何でもね、段階っていうものがあって、はい、段取ってからにしよう。心の準備っていうのも必要なわけね。それはみんなに言ってもらう。私たちが、私たちが、OK です。さっきを取り直して、もっといい、もっといい、なかったことに。せーの。ダメだこれ、やるとこやめとこ。 いける、いける、大丈夫。そしてボーカルは CoCo。 ちょっと待って、自分たちの名前言うのにこんなに手間どうもないじゃないの。慣れてないことをしたからね。情けないね。今回のステージは、まあ、いつもそうだけど手抜くとこがないのね。いっぱい歌うから一回やると本当にすっごい辛い。実はもう死にそう。無口になった横顔がキュキュンと切ない、言ってくだされば、もっと明るい顔で素敵な声で。いやね、一回公演終わってね、いろいろ反省点もあるからね、ちょっとね、自分の世界にこもってやってみたんですけれど、もうそういうのを抜き打ちって言うんだよ。やられた。頑張ります、二回公演ね。2回目、
ゃった。なっちゃった、なっちゃった。夢だけ見てるになるとさ、みんな目が違うもん。キラキラしちゃって。ねえ。じゃじゃーん。じゃじゃーん。ね、もうみんなが主人公って感じで、もうフリーやってるじゃない、こうやって、うん、やりたくてしょうがないのあれ。あれね、ワン、ツー、スリー、ゴー、そう、やりたいね、あれね。すごいなんか、ね、気持ちいい、みんなもなんか気持ちいいでしょ。握手会は、名古屋はですね、今までの中で一番盛り上がったの、うん、そうだね、そうだね、皆さん、ね、名古屋ね、最高だよね、今までの中で。ねえ、なんかすごい、今までさ、ほら結構静かだったしね。そう、名古屋で。それがすごいね、盛り上がって、ね、応援してくれる。なんかやっぱり最後、手紙とかもね、うん、NK 来れなくて、うん、今日が最後なんですっていう人もやっぱり名古屋だから、うん、たくさんいて、うん、だからね、すごい握手会とかもみんななんか泣きながら握手とかしてたからね、男の子もいたでしょ、捉えるのが大変って大変な、男の子が泣いちゃったりするんだもん、約束してるからね、泣かないようにね、でね、でも本当嬉しいね、まあ、明日の大阪も頑張ります、頑張ります。ノリがもう違うから、東京とも全然違うしね、だからすごいきっと今疲れてるけど、ステージ立ちゃえばみんなのパワーで、そうそうそう、みんなに盛り上げてもらうって感じですね。大阪はいろいろ思い出があるから結構楽しみ。デビューしたぐらいからね、世話になってるから、世話になってる、世話になってますね。舞台です。私たちいつもここから頑張ろうね、みんな、うん、頑張ろうね。いや、それは私とエリちゃんとミキオちゃんで、リエコはマジかよ、またかよとか言いながら来てます、ね、そんなこと言いません。ここは私たちの着替えの、はい、そうです、小屋ですね。この中で、はい、脱いでんですね。脱いでください、じゃあやってみてください。こんな感じです。ページあ、見えます。こっからね、よく見てるんですよ、皆さんのジャンピングを。わー、広い。はい、変な人が動いてます、無視して。ステージはい、また飛んで飛んで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。OK。
ユーラリエコ、珍しく泣く、珍しく。いやいや、でも今日ペンライトが綺麗でね。綺麗でね、もう本当に。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いつももう目に入っちゃうのがここ5年間。どうもありがとう。でもしかも言葉で忘れないよ。最初にヘリちゃんが入ってくるとき、もう耐えられないって言ったときに頑張れなって言ったのが、私の始末は何これ。今日は泣かないようにしようと思ったら、なんかさ、うーとか言ってる人いるから、ごめんなさい。大丈夫ね。やばい。本番15分ぐらい前かな。こうやって見る、最近はちょっとコンサートが終わるんで、だんだん、ね、落ち着かなくなってきてしまいまして、いつもコンサート始まる前に小屋に入って自分を集中させてるってことです。笑顔だけどすごい緊張してるんで、トーキー息切れ激しくて、見て酸素マンペ使ってすごいんだよ。とりあえず頑張りますから。ちょっと待ってI'm not afraid to die.
壊してしまいまして出ないんです、はい、なんなってしまうんでしょうか。倒れたって聞いたの私。一回倒れた。それこの千葉のコンサート終わって家に帰った後に倒れたの。21年間生きてきて初めてだよ。目の前真っ暗になって倒れたの。あ、じゃあどうせだったらネットもあるから。ネットもある。ネットで荒れちゃうとあれかな。そんなのがいいかもしれない。取れないかな。ちゃんから後ろ向いていけばいいじゃない。今私一瞬可愛いと思ったんだけど。え、でもなんか妙で可愛い。妙で可愛いから。もう一回やってみよう。始まった時は結構その何連ちゃんか公演が続いてた時のことを結構なんかこれが辛いねなんていう話はしてたけど、もうあれが終わったらあっという間にあと1回あと2回とかもう数える程度、本当になんか短いっていうか少ない数しかなくなっちゃって、なんか近づいていくうちにみんなだん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 気持ちももうすぐなんだなみたいな、もうそろそろもうそろそろっていうかもう終わっちゃうんだなみたいな。みかちゃんがねこうやって視界にこう入っていったのそうそう分かるから。なんか邪魔かなと思ってこんな振りやっててバッ。これ振り付けたから、振り付け通りにしたしなくても確かにファイナルはファイナル、うん、なんか一言欲しいかなと思ったのもいらない感じ。できれば来てくれたファンの子の心の中にはファイナルって分かってても最初は通常通りに来てて、いつしか終わりに近づいたらやっぱファイナルなんだと思ってくれた方が、うん、の方がいいような気がする。NK ホールが一番ファイナルだけど、 NK に来れる子っていうのってやっぱり限られた子たちだと思うんですよ。都内に住んでるとか、まあ、親が許してくれて東京に出て来て見られるとかね。だから本当にその地方とか大阪とか名古屋とか仙台とかね、そういう場所に行ってそこでしか見れない子たちもたくさんいたと思うから、そういう子たちにとってはやっぱりそれが本当にファイナルのコンサートだったから、なんか、まあ、いつも今までのツアーも全部頑張ってはいたけども、もう本当一つ一つの会場にすごい強い思い入れがあったから、やっぱりここらしかったねって言ってもらえるのがやっぱり個々のコンサートに来てこれだけみんなと一緒に一体感になれたっていうのがすごい手紙とか書いてあって、やっぱりそうやって言ってもらえるのがすごく嬉しいんで、やっぱりそうやって言われるように。悲しいけど私たちが悲しんでたらね、会場に来てくれるみんなも悲しくなっちゃうから、だから悔いの残らないように頑張ります。来ちゃいましたね。来ない方が良かったけど。相変わら
です。声は出ません。では今日は頑張ります。おはようございます。今日は来ちゃいました。雨だけど頑張ります。 NK です。昨日寝れませんでした。この間巻き棒がね帰ってきてくれたからね。私も帰ってきたの。 あんた昨日仕事だったくせに。はい、みんなは帰ってきてくんないわけだ。私は貯めてるから。ハワイツアーが終わった。違う時にしようとか。みんな結構ちょっと感動すると思うから。そこの間巻き棒がみんなにね手紙書いてきてくれたから、私もちょっといいやつぶってみようかなと。夜中に。本当はみんな電話して起こそうかと思ったんだけど、なんで起こしてくれればよかった。嬉しかったよ。家に4時過ぎぐらいに帰ってきたらリエコから電話あって、お疲れ。神様が用意覚えてます。お子様来てないよね。昨日用意しながらさ、ずっと逃げてさ、でも頑張ってたから、よし。いやなんかますますワイルドになったような気がするんだけど。そう黒いからじゃないかしら。前餅のように白かったよね。餅のように白いよね。虚弱っぽいでしょ。ちょっと手紙に感動しちゃった。ダメよ、その先読んじゃ。しまった、今読むんじゃなかった。いや。セピアになる。
最後を迎えてしまったんですが、終わってみてどうでした？なんか実感湧かないっていう感じで、そうだね、なんかまた来年とか、また春夏とか、そうだね、近いうちに絶対あるかなっていう気がする。みんなに会える気がするよね、うん、そうだよね、だってなんか本当についさっきまでここでねコンサートやってたのに、うん、こんなにガランとしちゃうのもなんかすごく信じられない感じ、うん、これから歌ってる時のサイリウムが何よりもすごい感動しちゃって、綺麗だったね。あれはスタッフの人たちの企みだったみたいな、うん、聞いてびっくりで、すごいね、スタッフの人とかが今日はいいコンサートだったねって言ってくれたの、うん、だけど途中でほらしっかりやりなって言って怒られた時があったじゃない、うん、そうやって言ってくれるスタッフに支えてもらったからここまで来れたな、うん、いいコンサートができたなって改めて思うよね、うんうん、あとはやっぱり何よりもねファンの子が、うん、そうだね、うん、本当にすごくみんな同じ
このコンサートの全てを、ね、ステージをだから本当みんなで作ったっていう感覚、そうだね、だってサイリウムを渡されても、同じ気持ちじゃなければ多分あんなに振ってはくれなかったと思う、すごいびっくりしちゃった、びっくりした、すごいもうすごい嬉しかった、本当に、ね、言葉が出なかったよね、あの時びっくりしちゃったね、びっくりしちゃったね、でもこれからの前ねえ、輪っかになって泣いちゃってそのまま崩れるかと思ったよ、泣き崩れるかと思って、ね、でもやっぱりね、みんなで歌える歌のね、最後本当にね、エリちゃんが MC で私がこの曲を言ってしまったらそれが歌うのが最後になってしまうって言ったじゃない、本当にいや言いたくないな、これからって言いたくないなと思って最後も階段登っていくとこもね、なかなか一歩が踏み出せなくて、そうね、みんな行きたくなかったっていう、階段を一歩登っちゃったらね、あともうエンディングを待つだけになっちゃうから、すごく階段一歩踏み出すのがすごく辛かったね、だから最後にね、きっかけで私たちがここっていう文字の中に消えていかなきゃいけないんだけど、みんな誰もきっかけ聞いても入らなかったもんね、今までね積み重ねてきた5年間っていうのは絶対に忘れないですから、本当にね、この一緒に過ごしてきた青春時代を皆さんも忘れずに心の中に、そしてアルバムに残しておいてください。いやでも何よりも本当に感謝しなくちゃいけないし、それからやっぱりCoCoとして5年間活動してきたことは私たちにとって一番の誇りなんで、ずっとずっとそれは持ち続けていたいなと、本当にどうもありがとうございました。あまりしんみりしちゃうと私らしくないから、そうです、本当にどうも